とは国立研究開発法人理科学研究所西中速器研究センターで1997年度から整備が始まった既存設備に増設し、全 RIB を種類と強度において現在の水準をはるかにしのぐ性能で発生させる重4加速器施設の計画。完成後は利権加速器施設そのものを指すことがある。リブフの最終段加速器。 超電導リングサイクロトロン RI ビームファクトリーは自然界には存在しない中性子の多い原子核中性子過剰核や陽子の多い原子核陽子過剰核を加速器を用いて人工的に大量に生成して原子核物理学宇宙の元素合成の解明超重元素の探査から産業界へ応用まで幅広く研究開発を推進する施設 RI ビームは 加速器を用いて、重イオンビームを高速に加速し、これを標的核に衝突させ核破砕反応を用いて生成する。同時に、たくさんの種類の不安定核が生成されるので、その後特定の核種を選別するため、複数の加速器とともに、二次ビーム分離装置ビグリップスから構成される。国内では、理化学研究所、西加速器研究センターで建設が進められ、 2006年12月に念願のファーストビームの取り出しに成功した。同センターでは新元素日本にウムの発見も行われ、周期表に新たに日本で発見された原子核が加わった。海外の同様の施設としては、ドイツの重要研究所のフェア、米国ミシガン州立大学の現行施設の NSCL 及び建設中のフルブ、フランスのギャネルの現行施設のスパイラルと、 建設計画中のスパイラルになどがある。ライロック入社用線形加速器ここから、機体重点型班長分離機ギャリスに入社することで、ニホニウムが発見された。ライロックに固定周波数、入射線用線形加速器これにより、ライロックに利用中は、単独運転で超重元素探索等のために、ライロックを使えるようになった。 RRC 立憲リングサイクロトロン1986年に稼働開始した RI ビームファクトリーでは最古のリングサイクロトロン連合国軍に東京湾に沈められた初代サイクロトロンから数えて5代目に当たる FRC 固定加速周波数型リングサイクロトロンウランビーム加速のために利用される a r ク中間段リングサイクロトロンここで加速し 超電導リングサイクロトロンに送り込むほかリップスにビームを送ることができる SRC 超電導リングサイクロトロン最終段加速機でここからビグリップスにビームが送られる AVF サイクロトロン線形加速機の代わりに初段の加速を行うサイクロトロンリップス利権プロジェクトルフラグメントセパレーター整備前から存在するインフライト型 RI ビーム分離装置ビグリップス強力な ありがとうございます。